はい。それでは G1 二週前読み切り、ジャパンカップですね、ついに。はい。ついに東京の、えー、今年ラーストの G1 ですか。早いな、今年も。今年早かった。はい、行きましょう、ジャパンキャップ。はい、えー、海外馬が出てくるか、非常に注目ですね。アイダホさんとかね、エ、えー、イキートさんとか、ギニオールさんとかいますわ。 ね、オブライアンでしたっけこれ確かね。はい、有名なとこで、ね。で、ここら辺にまたムーアさんが乗ってくるんですかねえー、もしアイドホがこっち来るんやったら、ムーアさんが多分これ乗られちゃうんで。えー、予想しとった、えー、里のクラウンですね。こちらにちょっとムーアさんが乗れないと。そんな可能性は出てきましたね。はい。今、里のクラウンが空白ですわ。ね。で、むちゃんが結局、えー、今んところシュバルグラン来るって話聞いたんで。はい。 ということですね、えー、もうなんか20万のレイディールと私売ってますけどうんもう売ってもうたか私、はい、早すぎましたフライングですはい、えー、この舞台北三ブラック里のクラウン天皇釈のワンツーありそうで、えー、あるかなあるかもしれへんけどはいえー、もう本命、えー、こん中でも素直にパッと って決まりましたね。もう、レイディオルですね。はい。もう、タイコンを大体決まってます。もう、どうでしょう。枠順、天候、よっぽど。えっていうことのない限り、もう、ここやと思ってます。はい。まあ、デムちゃん、ルメちゃんっていう、そういうシンプルな考えもあるんですけど、まあ、そこでもいいんですよ。もう、最強外人ほんまにこうといたらいいっ話は、それしかあるんですけど。え、そうじゃなくて、今回は、今回はやで。今回は、もう、 今年異常気象。ね。雨、ザーザー降り。天皇賞秋、ザーザー降りでしたね。はい。で、里のクラン王は後者たとして、まあまあ里のクランがこの東京人より呼ばばれたら来ないかもしれんってのは皆さんわかりますわ。ね。で、センスはちょっと頑張りすぎたんで、まあ疲れがあるかもしれんと。北ブラックも同様です。はい。えー、スタート良くなかってね、あの強い競馬したわけです。 もう完全に消耗しきってるでしょ、これ。うん。もう、それだけ。ね。いや、買わないと言っないですよ。買わないと言ってないですけど、本命はしたくないです、もう、今回こそ。はい。って言うと毎回来てるんですけど、またごめんなさいって言うから、これ。あはは。いや、もうほんまに、冗談抜きで。あんだけ出遅れて、あんだけ頑張ったんや。うん。一等ね、2分8秒3っていう時計チャームがある。多分2秒ぐらい遅れたとしても、2分6秒ぐらい走ってましたよ、これ。絶対疲れてるでね。 今年だから時ね、ね、枠順、天候、いろいろ、えぇ、ー、範囲言われましたけど、最大の原因、やはり、天皇あるの疲れでしょ。ね、あのレコード決着。あれやろ。疲れとるんやって。いくら2000メートルでも、あんな、ね、タフなババやったやもん。疲れてるて。ヨドの3200度違う距離がいやでも 2000? あの2000は疲れるって、2分8秒実際かかってるんですから。疲れてるやろ 疲れとけ、もう。ここゆっくり休んでな。ええんや、秋子は三冠とか最後に取りましょう、ちゃうやんや。ね。ジャパンカップ去年勝っとるからもうええんや。勝つんやったら有馬記念やな、この後の。勝候保身やったら有馬記念のファイルどっちかっていうと連覇より。ね。もう。有馬記念勝ったらとりあえず秋子は三冠その2年でも達成でもええやん、それで昇候手にしてるからね。ジャパンカップ無理して連覇より絶対そっちの方が得て。有馬記念で頑張ってください。ね。 ここで頑張る必要ないです。うん。多分疲れてると思いますわ。えー、それはね、コメントではね、えー、状態維持してるとか言い言うもやすいわ、それは。それは言いますもん。そんなん疲れてるとかそ言えないですもん、上京した方。うん。今回は疲れてるて。ね。どうしましょう、印。無印は言い過ぎか。一応、バツぐらいにしょっとか。ここまで消化しておきましょう。はい。もう、それ考えると、ね。両方で楽々かった、えー、レイデオロさん。 すいません。あれ。はい。ね。えー、もう、これ、と。はい。えー、あ後の、えー、もう、キックは商売にコンマんなんで。はい。と、前奏。ね、で、こっちらのリボーバー。んね。はい。縛るグラン。えー、休み明け2奏目。ここでしょ。もう。もうここでしょ。もう考えることない。でムちゃんの目じゃいし。もう考えることない。もう考えんでいい。もうシンプル。ひねくれず。 超い、いい、じ、バケンはい。あと一頭は結局、北さんブラックかもしれないですけどね。はい。まあ、ちょっと面白いかなと思って、サンズバースかなと思ってますあれすいません、ディスアイファーどっち出るんですかジャパンカップとなんか、マイちゃんも登録しましたけど、ど出ますかごめんなさい、教えてください。後で。はい。ということで、もうここ言うことないんですね。もう、もう、 前走をラックしたん、誰ですか、でもレイディオールとシュバルグラン、はい、前走を使い切ったんで、誰ですか、サタナクラウンと北さんブラック。はい、もう以上です。もう言うことないです。ちょっともう一頭面白いかな、もんがれかな、シャケットラムだから面白いよね、そういった意味でね、この惨敗、ね、前走巻いて、そうましすくしても、最後走る気なかったんで、まあ、ちょっとジャパンカップは言い過ぎかな、はい。まあ、こんなもんちゃいますか。はい、もう二頭でいいと思う。あと海外の馬。 え、毎回来ないですけど、ここ、どうでしょう日本のババーが多うかどうかちょっとまた確認しますわ。はい。とりあえず、ジャパンカップ西前向き。とりあえずシンプルに。とりあえずは、はい。レイディオールとシュバルグラン。こちらで押しておきましょう。はい。以上で俺のご清聴ありがとうございました。